境辺野の,の一つ、境辺の境部とも表記する。境辺野の,のルーツは、陰陽天皇の御子、井黒彦王子の名代、小城であるとも言われている。日本初期巻、第14、有力天皇即位前期に、境辺野にスクネという人物が、大発瀬王子に焼き殺された井黒彦王子の、カバネを抱いて焼き殺され、 後でトネリたちが骨を区分けすることができなかったという伝承があるが、このニエスクネという人物は、境黒彦王子の身部部ではなかったのか、と言われている。ただ、有力な説は、国境などの境界を確定する部とするものであり、新鮮性史く、摂津国公別の無性の堺弁の氏の記事にも、そのようなことが記されている。その他にも、大和政権が、 朝鮮半島南部の河税地区の農民を境辺野と称して、三間野の滅亡後、三間野の三木町の収納、管理を司る官人の家柄を指したとする説、早戸と都来人を構成主体とし、入居する外国の施設に対し、区で協会祭祀を行い、加えて施設の接待、対応に当たったとする説も見られる。その部としての特筆上、分布が山戸国、河内国、 摂津国、泉国、張馬国、三正加国に限られている。ありがとうございます。